レース残り 1000m を通過です。先頭に構えるは1番長いライン形成難関勢、引っ張ります9番田中、9番3番4番難関勢の後ろには1番ただひろ西本忠宏、1番西本がこのレースどう仕掛けるのか、先行まくりの軌道型、1番7番車の後ろから2番の荻原、そして後方から出ていきます栃木勢の上昇でジャンが鳴っていき、3コーナーから4コーナー2番の荻原の音が追い上げて3番手アウトコースまでさらに前に上がっていって8番小田倉を抑えて先頭に抜け出していきます。2番5番と即席の両者先頭へ、今度は8番手回り1番西本が仕掛ける、高ダッシュで持って残り1周一気に前に飛び出します。1番西本先頭へ、7番角良が若干離れて、2番の荻原が7番角良をブロックするような感じになりまして、3番手インコースから5番の土屋が浮上、外側には9番の田中が追い上げていまして、3番手アンコ状態から9番の田中が外並走を追い上げていって、2センターから4コーナー、1番西本先頭、直線コース、2番荻原が追い込んでくる、外側からは3馬車突っ込んで、最後は伸びてきました、3番植木。8番の小笠原が北日本の3番手がっちり固めましての北日本勢は後ろ攻めから体勢立て1列でレースはジャンの周回に向かいます。依然先頭に構えますのは2番の篠原忍です。昨日は後方回りからかましていってラインできった、そんなレースを見せていました。今日はどんな見せ場を作るのか、2番の篠原に5番たちが続いています。ジャン前2コーナーからバックで後方回り北日本勢上昇開始です。7番森田が上昇開始してジャンが鳴っていきます。北日本の先生2番篠原の横まで上がってきた7番森田です。さあこれを突っ張る2番篠原、7番森田下がりました。3番でアウトコースへ、インコースに9番の上井、9番上のライン形成難関勢を抑えてから7番森田発進、もう一度叩いていきまして残り1周の1コーナーカーブです。流して7番森田後ろの様子をじっくりと確認しています。2番の篠原は内に包まれる体勢となって9番の上井道が開きました。まくりなるか、2コーナー通過して6番手回りから9番車亀井久幸のまくりがきれいに前段接近していって3コーナー抜けたところで9番亀井久幸まくり切って1番丸山続く、そして3番手3番佐々木が大形になって直線コース、9番亀井先頭、1番車番手が伸びてくるんですがわずかに押し切ったか9番亀井久幸。後方展開ですが短期で3番の三井武が控えています。切れ目の位置7番手8区番手後方後攻めは7番堀内、1番小沼亮、7番1番関東勢が後ろ攻めを取っています。昨年11月に通算300勝は遠征の大垣戦 G3 で決めています1番大沼、元気なベテランです。関東勢が上昇を開始してジャンを迎える向こう上面に入りました。8番手後方より上がってまいります関東勢、ジャンが鳴っていきまして3コーナーに入っていきます。関東の先制2番小泉が依然先頭です。7番の堀内が追い上げてきて2番ダウトコースまで、その外をさらに上がっていきます9番藤田が追い上げる体制になって4番手を確保か、内を締めて7番堀内と中段争う格好となっています。先頭を舵を切るのは2番の小泉、番手マークに5番柴田、そして外並走をまくるのは9番藤田、しかし4番の佐藤誠二が離れてしまっています。まくる9番藤田前段接近で2番小泉を捉えていって、さらに外7番の堀内のボールが上がっていって7番堀内が9番車藤田をまくり捉えて1番大沼が追っていく、7番1番関東前に抜けて7番車堀内先頭から1番車続いて7番1番外3番三井。5番の坊主が番手マークで8番小松がラインの3番手です。体勢縦1列でレースはジャンの周回です。先頭に構えますのは6番田中雄二です。もう一人の軌道型6番田中に9番の吉岡、中四国の後ろには3番長尾、後方から発進してくるのは東北勢、3名のライン形成が徐々に前を伺ってまいりましてレースはジャンを迎える向こう上面に入っています。東北勢3名がまずは西に蓋をして、そして上昇開始でジャン乗り換え7番の大川引っ張る広島勢、
さあその広島の7番大川再度前に上がってきまして、3番の長尾健太畳みかけるように上がってまいります。ジャンの激しい4コーナーカーブで3番車長尾健太叩いていって先頭へ、1番小野が続いて西野2車が前に抜け出して3番手に7番の大川が入っています。7番4番広島勢中段、2番の佐藤和信今度は5番手回りから1センターまくっていきまして、3番手2番手1番小野がブロックしていって2番手で勢いが止まっています。2番佐藤最後は捉え切ることができるかどうか、1番小野との2番手激しい争いになっています。さらにその外側を5番の房州上がっていって、さらに6番田中上がってくるか、直線コース3番長尾先頭、2番の佐藤を詰めてくれ、1着争いどうか、わずかに3番長岡。細かく分かれた第5レース選抜競争、どういった競争となりますか。レースジャン周回の1コーナー経過しています。バックス他を圧倒する数字は5番の片織です。片織に続く1番宮内、そして中段回りから3番の岡崎が上がっています。人気の近畿勢3番手まで上がってきて、9番2番の即席のお二人を抑える形になりました。3番手以降並走状態でジャンです。さあ5番片織正攻法の位置、1番前に立っています。1番宮内正攻法での先行は5番の片織、3番の岡崎が3番手に入り込むか、内側9番の渡辺と3番手争う状況から外に持ち出して3番の岡崎富也ダッシュ開始で5番の片織を叩いて先頭です。5番の片織は中段4番手を下げています。追い上げる4番阿部、これを外に振って5番の片織が外に持ち出してまくっていこうという体勢か。2コーナー通過していきます。逃げるのは3番の岡崎、3番7番人気の近畿勢、8番塚本が3番手、5番片織追い込んでこれるか、その5番片織の後ろをめぐって1番宮内、外4番阿部、さらに9番の渡辺勝弘がまくっていって、これに合わせて5番の片織発進だ、直線コース、3番岡崎先頭、大外から9番車伸びてきました、最後は9番の渡辺。3番早坂に2番根本、同系茨城がついて8番の斉藤まで、関東勢の後ろからは4番佐藤、番手マークには1番高橋陽介が続いています。1番高橋が2番手回ります。東北勢が後ろから上昇を開始してジャンを迎える向こう上面です。さあまず東北勢が関東勢に蓋をしています。4番手以降並走状況となり、ジャンを迎えての3コーナー、さあ前で流します。5番の稲吉、4番の佐藤外並走上昇していき、1番高橋、7番小橋がマークする東北勢が前に抜け出して、5番稲吉は中段4番手を確保しています。後ろに構えては3番の早坂、7番手一本もの状態で残り1周1コーナー経過していきます。4番佐藤が舵を切り、1番高橋が番手マーク、続く7番の小橋、3番車伊早坂7番手からまくり発進、2番根本離れました、まくる勢いがあります。3番伊早坂、1番の高橋がブロック、7番の小橋3番手、4番1番7番東北できた状態から外側中縫って8番の斉藤直線コース、1番高橋先頭だ、内側7番外は8番、1番車先頭ゴールインです。あとは7番8番2着は接戦横の番手マーク7番伊予の積極型引っ張ります西日本勢が前段レースジャン周回迎えて、縦一列の状態が崩れないままに1センター通過していきます。3番手中段待機は9番山口、この人のロングレンジの攻撃も他のラインにとっては脅威の存在であります。9番3番九州勢の後ろ、1番車桐山慶太郎が外に持ち出して上昇開始です。難関勢上昇でジャンが鳴っていきます。難関勢先頭へイン切ってきます。1番桐山、4番の小川雄二を抑え込まれて下がっていきます。2番竹内は中段4番手アウトコース、内引いて4番小川、そして内をついては9番山口、4コーナー通過していって4番手以降がもつれる展開になっています。残り1周を迎えて流す1番桐山、桐山が先行体制でいきます。5番東が2番手、難関勢の後ろ8番松永回りましてラインで切っています。中段に出てきたのは2番の竹内、6番水谷、中段キープで
6番手マリオ、9番の山口、そして後方から短期まくっていくのは4番の小川、7番のイオノがぴったりとマークして、西の両者の反撃、まくりが4番手3番手外に振るような感じで、5番の東2番手直線コース、1番桐山先頭だ、1番車桐山押し切り1着、1番5番8番ライン上位独占。昨年は S 級へ特別昇班、昇級、そして9月に豊富で S 級戦初 V の完全 V と飛躍の年となっています。さあ強力な機動力を持ちます3番の清水に、4番の藤田正弘、6番の近藤伸康と3名西日本勢が前段。レース雀周回2コーナー手前、5番の松岡敦也が上昇していきます。チーム勢が仕掛けました。1番の近藤、7番渡辺、チーム勢が前に立ち、3番の清水は引きます。外側9番の志村隆起が上がってきます。さあ3番の清水はさらに下がりまして、7番手に収まるか。ジャンが激しくなって4コーナーのカーブです。さあ3番清水引いていきます。7番手の位置です。体勢縦1列、5番車松岡敦也の先行体勢で残り1周1コーナーカーブ、番手マークに1番近藤辰徳、続く7番渡辺、4番手中段には9番志村、2番の吉田が続いていて、後方回り一気にまくってくるのは3番の清水。清水のまくりが勢いがいい。4番の藤田が離れてしまった。3コーナーから2センター、5番松岡の番手で1番近藤を牽制していったものの、3番車清水がこれを突破して直線コース。3番清水強い、まくり9番車志村続いて3番9番2番。9番池田に1番の大沢武弘、続いて埼玉勢の後ろからは3番の根本聡です。前回静岡ではダッシュを生かしてかまし1着、今回も初日7番手からまくってそのダッシュを生かしています。3番根本に7番佐藤慎太郎がつけます。3番7番と東北勢の後ろ5番の川口、外に持ち上げて6番藤井英二が発進。ジャンを迎える向こう上面に入りまして、まず東北勢に蓋をする格好になりました6番藤井引っ張る近畿勢、その近畿勢が外並走から上がっていってジャンの 3,4 コーナー中間もあります。2番の坂上が近畿勢3名追いまして、外側4番手9番池田隼人は下がりまして、これで5番手確保か。間髪入れず3番根本が後方位置から上がっていって残り1周の1コーナーカーブです。風を切る体勢になったのは近畿勢、6番藤井の先行体勢ですが、勢いよく後方から上がってきた3番根本が叩き切ります。3番根本先頭、続く7番佐藤、人気両者に5番の川口が続いて、2番の坂上がこれを追っていく、外に持ち出して追い込み開始、内側からは1番の大沢がスルスルと伸びてくる。2センターから4コーナー、3番の根本先頭、内側からは5番、外から7番佐藤慎太郎抜け出しました。7番3番体勢縦1列で残りは 1000m 通過していきました。レース打掌周回の1コーナーカーブ、先頭に構えるは短いライン形成となりました四国勢、その四国勢の後ろには2番吉澤純平が立っています。ここは先行まくりどちらで行くのか、後方回りから5番中井大輔上昇開始で、レースはジャン前2コーナーからバック、2番の吉澤純平も一緒に上がっていきました。2番の吉澤純平スピード緩めて中段へ、ジャンを迎えまして先頭に近畿勢3名が立ちます。その後ろ3名のもう一つのライン形成、関東勢6番掛水が7番手にいて、4番真船はスーッと内側に塗ってきます。4コーナー通過していきまして残りは1周、5番の中井大輔の先行体制で残りは1周になりました。番手マークに9番稲垣が後ろをじっくりと確認しています。3番南、そして続く中段回り2番の吉田抜け出していけるかどうか、先にまくっていくのは6番掛水、掛水のまくり1番橋本が離れる、そんな強力なまくりになっている。そして後方からは出てくるか、7番神山、あるいは2番の吉沢は内側から外に持ち出して上がってくる。2センターから4コーナー、9番の稲垣先頭だ、稲垣先頭、1番の橋本、そして外側から2番吉沢が追い込んでくる。最後は2番車吉沢純平。西の2人の後ろからは5番の渡辺裕太、初日特選は6着と敗れたものの先行と機動力を生かしていました。昨日は6番手からのまくり解消です。レース雀周回の1コーナー経過していきました。
後方周りは SQS 班3番三谷引っ張るライン形成、番手マークは7番の村上、京都のタイトルホルダーが番手後で超強力なライン形成となりました。その近畿勢の後ろもあります東京の6番内田英介で、さあ近畿勢発進です。ジャンゴを迎える向こう流し、3番の三谷発進、3番車三谷今日も風を切ります。4番の姿が中段4番手を確保しています。1番柴崎は6番手回りになりまして、5番渡辺は8番手から反撃まくりになるんでありましょうか。一本棒で4コーナー通過していきます。さあまずは流して3番三谷、後ろの出方を確認中で5番渡辺が4チャージ一気に上がってきます。5番車渡辺優太かましていって先頭へ、そして3番手を伺う3番三谷に外側伸びる1番の柴崎が3番手を確保した状態からさらに外上がっていく、ロングまくりで応戦だ。1番柴崎が2番手に入り込む、2番山が3番手、そして続く3番三谷、三谷の追い上げは7番の村上は現在5番手、直線コースに戻ってくる。5番車渡辺先頭だ、渡辺先頭、1番柴崎が追い込む、1番柴崎追い込んで外側7番車7番村上、外4番の姿、西の3名がじわっと上昇を開始してまいりまして、レースはジャンの周回に向かいます。さあまず西日本勢が動きました。1番平原幸太のライン形成を蓋をする格好を作っていまして、1番平原はここは下がろうとはしません。5番の松岡隆久4番手外側を走りまして中段位置です。2コーナー抜けていきまして、さあ包まれた1番平原どうするでしょうか。1番平原並んで7番の故障が抑えていってジャンが鳴り響きます。5番松岡追い上げ4番手、1番平原幸太はここは後方からの立ち回りになるのか。2センターから4コーナーです。ジャンガー徐々に激しくなってきます。7番の故障先頭、5番車松岡のライン形成が今度は1番平原のラインを抑え込んでいます。1番平原抜け出していくことかなうかどうか。残り周の1コーナーカーブ、7番の故障優作先行体制です。続く4番の沢田、6番の栗田と西日本3名が先頭で、1番の平原抜け出していくかいけるか、道が開きました。さあ1番平原のまくり、まくりはなるか。1番の平原5番手から一気にまくっていく、渾身の1番平原のまくりが前段捉え切りました。1番平原先頭だ、これは強いぞ。平原幸太1人抜け出して7番の故障優作2番手、そして3番手の争いは外側から3番の河野、1番車平原快勝、1番7番9番か。